コロナに負けるなこんなんでいいんだからもう自分はやっちゃうほんのやつがほんのまま、はい元気だこんばんは、大沢リサリサリサです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。源流タイムの時間です。本日もあふれ出る愛を惜しみなく下流へ流し続けたいと思います。 I love you。 今日も世界中で免疫細胞とコロナウイルスの戦争が続いています。一日も早い争いの終結を願ってやみません。この番組は長野県頑張るアーティスト応援事業の提供でお送りしていきます。さて、私たち基礎ペインティングスは2017年より長野県基礎郡で活動を始めたアートプロジェクトのグループです。1年に1回の芸術祭をはじめ、ワークショップやさまざまなイベントを通して地域の交流を行いながら、環境に配慮した持続可能なアートのあり方を模索しています今回新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの芸術祭の開催も延期となりました。私たちの活動を支援してくれている地域の方々も困難の中を生きています。今回私たちはそんな地域の皆さんに元気になってもらいたい思いで、頑張れ基礎村プロジェクトと題していくつかのプロジェクトを行いました。今日はそのうちの3つをお届けしたいと思います。まずはこちらから。基礎村ブルースは作詞作曲菊池吹とダンス近藤太郎、撮影編集岩隈力也、地域コーディネーター大沢理沙が担当し、商店店主など村民95名が出演したミュージックビデオです。華麗なダンスをお楽しみください。 VTR スタート。松山千春で
走るよ林クリーニー。清水屋の中華そば最高ですね。中富屋でカメラとお米も買っちゃおう。北原製菓で空気買うあって、わらんかんでパン屋に寄ってコーヒーも飲んでいこう。あはは、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 ついでに一ノ瀬薬局へ。生活雑貨は古屋で買いましょう。古屋のおばちゃんと話して日が暮れた。ヘアサロン薄力屋相撲屋とも呼ばれた。おしゃれなヘアメイクレゴでみんな集う。宮川式典素敵なお土産を。で一服香りいい手打ちそばを、もしくはそばみでお弁当を食べようかな。酒屋の山六から有線が聞こえる。ひなぎ首を部屋へ吸ってデリフレ。服と土産お茶碗買って忠告屋で酒と缶詰買い。美容院でも髪切ろう。木曽村ブルー、木曽村ブルー、木曽村ブルース。みそ汁でいっぱいやりましょう。
でしたでしょうか。今回は作詞作曲担当の菊池吹人さんとダンス担当の近藤太郎さんにお越しいただきました。いかがでしたでしょうか。僕自身、地域の方たちと交流しながら作品を作れてとても楽しかったです。皆さん動きにキレがあって本当に素晴らしかったと思います。いかがでしたでしょうか。皆さんの協力もあり、とても壮大でダイナミックな映像になって感動しております。今回は地域の95名の方と作品を共同で作ることができました。ぜひ多くの方に見ていていただきたいです。はい。あ、一つ目のニュースも終わります。続きましては矢部原塾ウィンドウペインティングです。1年で最も盛り上がる矢部原祭りも中止となり、観光客も減り、人通りの少なくなった街道に彩りを添えたいと思い、商店のウィンドウに5人のアーティストが絵を描きました。商店の歴史なども取材して絵を描いていますので、ぜひお楽しみください。 VTR スタート。矢部原塾は江戸板橋塾から数えても京都大津塾から数えても35番目の宿場町です。かつては6から7割のおろく串職人がおろく串を生活の基盤として生活していました。矢部原塾は出口、下町、中町、富町と続き、坂を登る六軒町、四軒町、西の上、原町の先に七重塾へと続く鳥居峠があります。コロナの影響で鳥居峠へと向かう鳥人の姿もなくなり、にぎわいがなくなった商店に絵を描くウィンドウペインティングを始めました。宿場が1年で一番盛り上がる矢部原祭り、今年はコロナの影響で中止になりましたが、その由来は疫病が流行したのを鎮めるために始まったお祭りです。お祭りに登場する獅子と天狗をテーマに描きました。大正10年から商売を始めた山六酒店、今の店主篠原康丸さんが3代目にあたり、創業約100年になります。旧屋号名はよろずに寿を連ねたまんじゅ屋、窓ガラスには初代篠原康蔵さんがお酒の量り売りをし、矢部原祭りの法被に身を包んだ村人がお酒を買いに来る姿を描きました。昭和30年頃まで続けられたお酒の量り売り、矢部原の人が通いとっくりを片手に今日の部分だけを大切に買いに来ます。今もその光景はつながり、仕事終わりの一杯を求め今も村人が買いに来ます。矢部原塾には美容院が多く存在します。沖野島、旧屋号名富屋、矢部原祭りの前に気合を入れに男たちが髪を切りに来ます。その店主のエピソードをもとに絵を描きました。今は更地になりましたが、街道に親戚筋にあたる牛屋がありました。この牛屋はタバコや新聞を販売していました。
継続が難しくなったところ、今の店主久志さんの父三郎さんがその権利を受け継ぎました。三郎さんはもともとおろく串の職人であります。窓ガラスにはおろく串を引く三郎さんの姿と妻照子さんが新聞を畳む姿を描きました。岩原写真館屋号名中富屋、お米とカメラを売っています。五代夏美さんが訪れた際に写真撮影をしました。そのエピソードを絵にしています。作りのお弁当や惣菜を売っているそばみ、6月の時期になると木曽の名産ほうば巻きを作っています。山六酒店とともにお酒の量り売りをしていた干物屋、酒屋の前はヒノキのメンパ弁当を作っていたことから、ヒノキの文字を取り干物屋になりました。おろく串職人歴42年北川聡さん宅、道場の分家であり新道場と呼ばれます。川口助一さんにおろく串を教わりました。自宅にある工房は山に工房と呼ばれ、先祖からこの名を受け継ぎました。この部屋でおろく串を引く姿を重ね、窓ガラスに北川さんの姿を描きました。福富屋は親戚筋にあたる屋号が多くあります。大本家にあたる富屋から枝分かれし、新富屋、福富屋、中富屋があります。店主にあたる幸子さんの出身地の名産瀬戸物焼きを扱っていました。窓ガラスには店前で娘さんと共に撮った写真をもとに当時の姿を描きました。でしたか。5人が描いたウィンドウピンチングすごかったね。これでコロナ後に来た旅人も藪原宿の歴史をたどりながら鳥居峠に向かえるね。そうだね、藪原宿の痕跡をたどりながら奈良宿へ向かえるね。一旦コマーシャルに入ります。ちょっとトイレ行ってもいいですか。なんだろう、お腹すいたな。なんだろうって、なんだろう。続きましては、芸術祭参加アーティストにビデオレターをお届けします。今回8名のアーティストがメッセージを届けてくれました。
ご覧ください。 VTR スタート。基礎の皆さん、出会ったことある方はない方もこんにちは。皆さん元気ですか？私は菅野由紀と申します。私は今年武蔵野美術大学を卒業し、基礎ペインティングスでは2019年夜明けの家に参加させていただき、今年も参加させていただくことになりました。11月の作品展示は丸美さんで行う予定を考えており、千年の住処の中で息をするように制作ができればいいなと考えています。まず1階では前回同様、木曽の伝統工芸品であるおろく節の端材を使った作品と職人さんのインタビューができればさせていただきたいと考えていて、あと、丸美さんはもともと飲み屋さんだったっていうお話も聞いていたので、そういったものを生かして作品を考えています。で、2階の方では、初めて家を見た時にトタンから入る光がすごく綺麗で、でそのトタンから広がる作品を、作っていきたいと思っています。ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。私は制作の傍ら看護師をさせていただいています。医療現場ではコロナウイルスの脅威に見舞われる中、標準予防策をもとに院内感染を起こさないよう最善を尽くし頑張っています。しかし経済活動の開始とともに感染者が増加しているという大変な局面を迎えていると思います。そのような板挟みの中、コロナウイルスといかに共存しながら、感染者を減らしていくということが、最大の課題となっていると思います。このような不安定な社会で疑心暗鬼になってしまうこともあると思いますが、こまめな手洗い、うがい、咳エチケット等ですね、私たちはできることをやっていきましょう。以上、菅野由紀でした。皆さんこんにちは、僕は菊池吹人です。6月コロナの影響で基礎ペインティングスが11月に延期になりました。その他僕が、参加する予定だった他の展示も、延期や中止が決まりました。それでも、制作時間が増えて、充実した時間を送っております。僕自身はですね、基礎ペインティングスで基礎村ブルースをの楽曲を作ったり、あとは6月に向けてポスターですか、ポスターを制作したり、あとは自粛解除後に感染予防対策を取りながら基礎村に行ってウィンドウペインティングスやあとは動画制作に少し参加したり、できる範囲で活動を続けてきました。11月の展示もですね、空き家を使って新作の、絵画なり立体作品なりを展示して、皆さん見ていただければいいなと思います。ではさようなら。こんにちは、福浜美志穂です。私は普段こんな感じの油絵を描いています。こういった手のひらに乗るような小さいサイズの椅子などをモチーフに使って、それを大画面の油絵に描いたりしています。基礎の皆さん、
なかなか世の中が落ち着きませんが、お元気ですか？今回私は基礎ペインティングスで、この抜け旗の建物で展示をします。ここの1階の部屋で展示をするんですが、ここに残されていた、ものをこの普段自分が描いている椅子とかそういったモチーフと組み合わせて、風景のような作品を描いていきたいと考えています。で、まあ、ちょっとこういう感じでデッサンとかをしているところです。これは以前基礎に行った時に買ったネギです。こういうのを食べて元気に頑張っています。皆さんに会えるの、それから作品を見てもらえるのを楽しみにしています。では基礎ペインティングスよろしくお願いします。さよなら。基礎ペインティング参加作家の二次と坂口です。私たちは今できることを基礎の皆さんとシェアしたいと思います。限られた範囲の中でこそ自由に動いてたまに休憩する。私たちは今、窓の外側と内側にいて、挨拶をしたり、会話をしたりしています。前までは気軽に行き来できていましたが、今は簡単に扉を開けることができません。距離があっても、たくさんのアイディアは生まれます。私たちはアイディアをシェアできる方法を話し続けていきたいと思います。こんにちは。今回、基礎ペインティングス千年の住処に出品しますクラビザアトムと言います。現在武蔵野美術大学の4年に在籍しています。僕は、二度基礎を訪れたんですが、実際に、街の中を歩いてみたり、いろいろな人と話してみたりする中で、とても心地が良くて、ここで作品を作っていったり、展覧会で作っていくっていうことをとても楽しみにしていました。こんな状況で延期になってしまったんですが、僕はいい作品を、基礎で展示することしかできないので、そのために、今東京で準備をして11月に、基礎で本当にいい作品を展示できるように頑張りたいと思っています。作品についてですが、基礎の音に着目した作品を作りたいと思っています。音といっても風の音であったり、今住んでいらっしゃる方々の声であったり、工場の音だったり、何かを作る音という今も聞こえる音ではなくて、
家の中に、空き家の中にある、ミシンであったり、そこで折られた折り紙を作る音であったり、そこに住んでいた人の声であったり、そういったこれまで、聞こえていたけども、今は聞こえない音というものに着目した作品を作りたいと思っていて、その音を復活させるというか、再現するような形で音を作り上げていって、それを、家の中で、空間表現として、展示することによって、家を人間のようにこう呼吸させるようなイメージで、作品を作っていきたいと思っています。簡単な、イメージ図は、まだ詳細はできていないんですけども、こういった感じになる予定です。はい、では、また、基礎に行くことを楽しみにしています。倉光アトムでした。むけばたの米蔵の掃除を始めた日、土手の向こう側から上機嫌な紳士たちの声がしました。振り向くと畑しか見えない。かなり経ってからその土手沿いにゆっくりと3人の紳士が見え出しました。むけばたの会合帰りの紳士たちは、お前さん、木曽の御用を知ってるかとか、あの尾根が分水嶺だと知ってるかなどと立ち話が始まりました。彼らとの会話は私の作品の輪郭を作り始めました。ダムに行けば答えはある。木曽村には木曽川の源流の八森山があって、南西に向かって岐阜県を通り愛知県で太平洋に注がれます。東の鳥居峠を越えるとすぐに塩尻市で、北西に向かって新潟県で日本海に注がれる信濃川の源流があります。北西に向かって野麦峠を越えていくと、水をテーマに絵を描いてきたので、木曽川の源流である八森山はまさに私の中にストンと入ってきました。山歩きが好きだったので、木曽にいるときはあちこち車を飛ばして木曽村を歩き回りました。地形を直に感じたかったからです。ところが今は東京にいないといけないので地図しかありません。こんにちは、山本亜希です。私は絵描きです。むけばたの米蔵を見たとき、入り口の庇の上にあるソリに決めてしまって、そこを会場にすることに決めました。今私は東京の大自然の中にいます。明治の測量地図から現代の国土地理院地図まで八森山を巡っています。水は山から流れていく方向でその地域の川になります。もともとは同じ雲から降った雨なのに、たまたま左か右かに分かれるだけです。これを分水嶺と言いますが、県や市や村はそれが元となり境界線を作っています。しかし今まで何度もトレースし直されています。水は山肌に染み込んで見えない姿になって、樹木の中や人間の中に入ってきて二酸化炭素になって空へ解き放たれる。形を取ることができません。川の形、湖の形、そして村の形、これらは水によって作られています。むけばたの米蔵にあった稲わらで大滝村へ行って染師の逸夫さんに糸を染めてもらいました。頼もしい木曽村役場の方々に手伝っていただき、会場を整備しました。丸岡に素材のアドバイスをもらっています。園子さん、正雄さんにインタビューもさせてもらいました。たまにぼーっと聞く風の音や鳥の声、お酒を飲みながらアスナロで聞くママとみんなの会話は、遠い東京で
その作品を作る原動力になっています。こんにちは。今年も基礎ペインティングスに参加する高沢卑美子です。埼玉県川越市に住んでいます。川越は蔵造りの街並みが人気でちょっとした観光地ですが、うちの前を流れるこの入間川の向こう側は田んぼが広がっており、のどかな田園風景となっています。今年に入って新型コロナウイルスや先日の大雨の洪水で不安もいっぱいの毎日ですが、前を向いて進んでいこうと今年も木曽村で展示できることを楽しみにしています。さて、今年の展示についてです。昨年は新の大阪屋で展示させてもらったのですが、今年は江戸市屋です。年月が刻まれた墨色の壁が特徴的ですが、1階一番奥の部屋には外からの緑色を含んだ光が差し込んできて、光と影の中、自分に大切なものをゆっくりと考えることができるような気がします。今年の作品作りは木曽村の山々に包まれて言葉にしてこなかった思いに向き合おうと考えています。自粛自制期間中になのですが、自宅の庭からキーキーという音が聞こえてきたことがありました。初めて聞く鳥の鳴き声でちょっとびっくり。そんな何でもないことを言葉にして言葉の玉にする予定です。皆さんに見ていただけるよう張り切って制作していきます。9月にお会いできることを願っています。今回は地域の皆様のご協力があり、木曽村ブルースと矢部原宿のウィンドウペインティングをすることができました。木曽村ブルースは撮影中の交流から、その作品が完成後の上映会も楽しみを作ることができました。コミュニケーションから生まれる一つ一つを大事にして、これからも地域の中でアートのあり方を模索していきたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。